ユヌスベク・バマトギ・レイエビチエフクロフは、イングーシ人の政治家、軍人、大佐。現在、イングーシ共和国首長、ロシア連邦英雄。北オセチア・自治ソビエト社会主義共和国、プリゴロドヌイチック・タルスコエ村の農家に生まれる。11人兄弟。1982年、軍に招集され、太平洋艦隊の海軍不評に配属される。その後、 リャザン空挺式学校に入校し、1989年に卒業した。卒業後、空挺軍に勤務。1997年、MV フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業。第98新英空挺師団、第217パラシュート効果連隊の情報部長、参謀長を務め、第一次チェチェン戦争に従軍した。彼の指揮下の偵察兵は、シャリ。 アフトゥルイ、ベジェノの解放で活躍した。1999年6月のユーゴスラビア紛争時、エフクルフは空挺部隊を指揮して、ボスニアからコスボへの強行軍を行い、他国の平和持軍に先駆けて、プリシティナ空港を支配下に置いた。中佐として、第二次チェチェン戦争に従軍し、偵察強襲軍を指揮して、ロシア兵捕虜12人を解放した。 この功績により、2000年4月13日、ロシア連邦英雄の称号が授与された。2004年、ロシア連邦軍参謀本部アカデミーを卒業し、大佐に昇進。そい、ボルガウラル軍管区の情報局副局長、参謀次長に任命される。2008年10月30日、イングーシ共和国大統領、ムラト・ジャジコフが、治安悪化の責任を問われて解任され、 エフクルフは大統領代行に任命された。10月31日、エフクルフは大統領として議会により承認された。エフクルフは共和国内に秩序をもたらすための妥協的な人物と考えられている。元大統領ルスラン・アウシェフは、エフクルフを最良の候補者と呼んだ。イングース選出の国会議員、ベランハムチェフの指摘によれば、エフクルフは、 現地部族とは無関係であるとされる。2009年6月、エフクロフの乗った車列に自動車爆弾が突っ込み自爆。エフクロフは一時式不明の重体となった。このため、大統領権限を一時期、ラシードガイサノフ首相に移情した。犯人はいまだ判明しておらず、犯人像としては、チェチェンから流れてきたイスラーム過激派やエフクロフによる汚職追放により、 不利益を得た勢力などの可能性が挙げられている。同年8月には大統領職務に復帰し、イスラーム過激派相当と治安対策を強化する姿勢を見せた。任期中の2011年1月1日より大統領という役職名が主張に変更されている。2018年9月9日に議会での投票で主張に再選された。2019年になって、 チェチェンとの土地交換交渉を進めたが反対運動が相次ぎ6月23日に辞任表明。ロシア連邦英雄赤星勲章、勇気勲章大胆さに対するメダル2個を受賞。2007年12月23日に故郷で結婚。ありがとうございます。